町の風景ベルヒテスガーデンは、ドイツ連邦共和国の町、バイエルン州に属する、人口7752人。近郊のオーバーザルツベルクには、ナチス政権期にアドルフ・ヒトラーの山荘が置かれたことで知られる。ドイツとオーストリアの国境に近い山岳地帯に位置していて、周辺にドイツで3番目に高いバッツマン山がある。また町の南には、ケイニヒコがあり、 風光明媚な観光地、保養地として多くの観光客が集まる。近隣の都市としては約20キロ北にあるオーストリアのザルツブルクが挙げられる。周辺で岩塩が採掘されたため中世より争奪の的となった。現在でも塩鉱や塩の博物館を見学することができる。近隣のオーバーザルツベルクにアドルフ・ヒトラーの山荘があり、ヒトラーに対して 融和政策を取ったことでも知られるネビル・チェンバレニやウィンザー・公等が招かれた。1102年に最初に文献に登場し、縁の豊富な地であると述べられている。岩塩港により多くの富裕層が誕生した。1803年の帝国代表社会議主要決議までの間、町は独立した扱いであった。この町はザルツブルクやフランスなど支配者がたびたび変わり、1810年に バイエルンの統治下となった。ベルヒテスガーデンの近郊の山腹、オーバーザルツベルクは1920年代にナチス党によって買収されてから、ナチス最高幹部用のリゾート地県、軍事拠点としての様相を帯び始める。後にベルクホーフと呼ばれることになるヒトラーの別荘を、中心に、最色主義者のヒトラーのために再演が、ヘルマン・ゲーリング、マルティン・ボルマンのために別荘が、 ベルヒテスガーデンを警護する武装指衛隊のために宿舎が他にも発電所や燃料庫、弾薬庫、果ては幼稚園までが建造された。ベルヒテスガーデンの山腹にはこれらの施設と連絡するために地下トンネルが多く掘られていて、現在でもコンクリート製の警備用シェルターの残骸や地下トンネルの廃墟を見ることができる。だが、元からこの土地にあった建物の中で、 最も戦争の運命に翻弄されたのは、ベルクホーフ山荘のすぐ裏にある、ホテルツム・トゥルケンホテルツーム・ターキンであったろう。1911年から、宿屋として営業していたツム・トゥルケンの主人、カール・シュスターは、1933年に、オーバーザルツベルク一帯をナジスが接収した時に、この地を退去させられ、再び帰ることなく、別の地で没する。 1945年の終戦後にこの地に戻ってきたカールの妻と娘テレーズが見たものはイギリス空軍のゴトン爆弾トールボーイの直撃を受けてほぼ全壊したツム・テュルケンの姿だった。ツム・テゥルケンは戦争の間、駐屯する武装新兵隊によって電話通信センターとして改造され相当大本営となったこの一帯の中心として大いに使われていたのである。 カールの妻は1949年に建物を取り戻して再びホテルへと改築し、地方で最も知られ、最も歴史あるホテルとして再出発を果たした。ヒトラーとその客人を迎えたベルヒテスガーデンの典型的な建物は、駅や郵便局などが含まれていた。ネビル・チェンバレン、デビット・ロイド・ジョージと同様に、エヴァ・ブラウン、エルビン・ロンメル、ヨーゼフ・ゲッペルス、 ハインリヒ・ヒムラーなどの有名人がベルヒテスガーデン豊富ホテルに滞在した。このホテルは2006年に解体された。現在はこの場所にハウス・デア・ベルジュと呼ばれる博物館が建っている。ありがとうございます。